ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語界でいろいろ研鑽を積んでおられる方、こんにちは。このですね、私ブログはもう今からそうですね、30年ぐらい前もやってましたかね。あ、やってませんね。22年前ぐらいからこういう毎日、やるブログっていうのをほぼ開始したんですね。で、その時はまあ、毎日でも時々やってなかったかもしれないし、それから、頃は音声でっていうのは難しかったんですね。ファイルも大きくなっちゃうし、それで結局物を書いてたんですよ。そしたらもうね、2011年の原発事故がありましてね、その時にもう皆さんに伝えなきゃいけないこといっぱい毎日のようにあったんですね。で、必死でやりました。3月11日からやったかどうかわかりませんけどね。もうその2011年の1年っていうのは、私はもう原発での事故でね、少しでも被爆の被害を受ける人を少なくしようと思って、必死になってね。で、僕の論拠は簡単なんですよ。私はずっと原子力やってきましたから、その中で私は原子力の規制の専門じゃありませんけど、やっぱり規制の委員会にいたりね、いろいろ原子力の、そういう被爆なんかについても関係がありました。特に国の原子力安全委員とかね、原子力委員会なんかの専門委員もやってましたから、非常に責任もありました。だからもうどんなことがあってもね、やっぱり原子力の事故で健康を害するっていう人が出ちゃいけないと思いましてね。もう汽車の中だろうが夜中だろうが必死になって、考え方とかデータを出したんですね。その時にですね、ある本ももう何冊も書きました。ああ、随分書いたんで、書いてる時にこんなに書いたら飽きられてしまうだろうなと思ったけども、そんなことよりかね、やはり主婦は主婦のやっぱり、が読んで分かって、子供を守れるもんなきゃいけないし、サラリーマンはやっぱ仕事上必要ですしね、そういうことがありまして、結局十何冊と書いたんですよ、一年に。もう大変な一年でしたね。その時にね、僕の方にももう毎日毎日いろんなデータが送られてきましてね、その中に三重県の人でしたけど、その人がですね、放射線測定器を自分で買われたんですね。それで、毎日朝と夕方かなんか測定して、自分の家でね。で、そのデータは僕のところに3ヶ月分送ってきたんですよ。確か3ヶ月分だと思うんですけどね。で、私は素人でわからないから先生にお送りするんで、先生の方で、このデータから見たらどういうことがわかるのかということを教えてくださいって言ってきたんですね。で、私それを計算したんですよ、いろいろ。そしたらね、その人の、ここ、ゆっくり聞いてくださいね。これ、KD1IM9EJ の人からのコメントだったかわかりません。ええ、もうちょっと前のことなんで。だけど、私がこの KD1M9EJ の、やつだけを貼ったのはね、他にも、岩佐だって人かな？それから他にも人いるんですけども、私が伝えようということをわざとって、わざとかどうかわかりませんが、変な感じで、曲げちゃう人がいるんですね。で、まあ、それがね、あんまり重要なことじゃなければ、いいって、実はこのブログを管理する人からね、もうそういう人排除したらどうだって、もう盛んに言われてるんですけど、まあ、その管理する人が言うにはね、どうせ気休めとか、自分の腹立たしさをその、ブログでって言うと、僕はね、このブログすごく重要だと思ってやってるんですよ。自分の人生をかけてやってるんですよ。それは毎日ね やってるわけですから。そんな生半可なね、気持ちでやってるわけじゃないんです。私も本当に真剣にこのひばりクラブだけはやってるんですよ。だから絶対に私は間違いを言うとかいうことはもう自分に許されないんですよね。だから十分に調べて、だけど、言い方が難しいっていうことがあるってことは昨日も言いましたけどね。言い方が NHK 的に嘘を言えば大丈夫なんですよ。ひばりクラブの人に間違ったことを伝わってもいいというふうに思ったら簡単なんです。だけど本当のことを伝えようと思ったら大変なんですよ。それでこのちょっと話を戻しましてね。その三重の人から来たやつを僕が計算したらどういう結論になったか。専門家としての結論は非常に正しく出てくるんです。3年後には三重県には住めないっていうデータになってるんですよ。そのデータはですよ。その素人の人が測ったデータはそうなってるんです。このデータが本人がどのような状態で測ったか、
場所はどうしたか分かりません、その人は誠意を持って私に送られてきたんで、私は3ヶ月分のデータを自分の知識できちっと整理したっていうだけなんですよ。そうすると3年後にはこの人の家にはもう住めない状態だった。住めないってのは私の判断じゃないですよ。法律的に住めない、放射線障害防止の法律上住めない状態になるというデータだったんですよ。ちょうどその頃ね、小学館から一つ本書いてくれっていうのがあったので、やっぱりこれ重要なことだからと思って本を書きました。そこで僕がどう書いたかっていうと、測定は素人の人がやったことで、この測定が正しいかどうか私は検証もしていません。だけど本人がわざわざ私にデータをよこしてくれたこと、3ヶ月間朝夕測定するっていう努力は大変ですから、本当に自分で、測定器を買われて測定したっていうことなんでね、ご心配されてるでしょうと。で、私が計算してみました。そしたら少なくともその人の測定が正しくて、だったらば3年後に三重県のここには住めないという結果になりました。で、その次ですよ、私が本に書いたのは。ということは都道府県、もちろん事故の起こった福島県も、放射線が流れた宮城県とか神奈川県とか東京都も、全部僕の記憶ではですね、放射線の空間線量率の測定器を持ってるんです。持ってるのにもかかわらずデータが公表されてなかったんですよ。あの頃そういう放射線のデータを公表すると風評被害がまかれるっていうんで、測定値を出さなかったんです。国際的にはですね、原発が事故を起こしたら必ず周りの風の向きを公表しなきゃいけないことになってたんですよ。日本はどうしたかって、日本政府はどうしたかって、あの頃立憲民主党の政権でしたけどね、日本人には風向きを教えるなって言うんで、福島の風向きを放送しなくなっちゃったんです。ところが国際条約で決まってますから、国際原子力安全の機関にはですね、 IAEA って言うんですけど、そこにはですね、気象庁だと思いますけど、気象庁は報告してたんです。つまり日本国の政府の機関でありながら、日本人の安全を守るための福島の風向きは公表せずに国際機関に連絡してたんです。その国際機関は、その国際協定上オープンにしなきゃいけない、それをオープンにしてたわけです。その福島県の風向きをドイツとかイギリスの機関がオープンにしてたんです。で、私は日本人なのに福島県の風向きがわからないので、ドイツとイギリスからデータを取って、そしてそれを解析して三重県がどうだとか静岡県に行ったとか北の方に行ってるとかいうのをね、風向きを言ったんですよ、実はブログで。それが僕のブログの役割だったんですよ。なんでかったら、日本人に教えないとおかしいじゃないですか。日本で起こってることでしょ、それは伝えなきゃいけないですよね。え、それでしかもそれとプラスして、各県には僕の知識ですけどね、これ外国で原爆実験をやったり、それから原子力発電所が爆発した時に日本人を守るために各県にですね、いや、つけてない県もあると思うんでね、わかんないんですけど、各県に高さがね、割合高いんですよ。3メートルかな、地上からなんか少し高いところに線量計を国家の予算か県の予算でつけてるはずなんですよ。だから絶対測定してるはずなんです。その測定値が出てこないんです。で、僕その本で何つったかったら、3年後には住めなくなるというこのデータは個人が心配して測ったものを基準にして私が計算したものなので、そうじゃなくて日本政府とか自治体は各県で測定した放射線の状態をオープンして、それを計算してその県に住んでても大丈夫かどうかという計算値を早く出すべきだっていう、そういうことを書いた本を出したんですよ。もう一回繰り返しますと、素人が測って私が私的に計算したら3年で日本には住めなくなるという結果になっちゃったと。しかしそれはあやふやだから、各県で測定してるやつをちゃんと計算して、その県に住んでても大丈夫かどうかということを
オープンにする必要があると、こう書いたんですよ。これ間違ってますかね。僕間違ってないと思いますよ。僕は間違ってないと思ったから書いたんですよ。それでこの本が出版されましたね。そしたらどういう反応が起きたかつかっつったら、みんなはあの頃放射線が怖かったんですよ。だからそういう話聞きたくないね。武田が嘘書いたっていうんで、もうマスコミに散々やられたんです。それはね、切り取りなんですよ、切り取り。その前段も後段も全部切り取って、武田は3年で日本に住めなくなっていった、そんなひどいことを言うやつのことを聞くなってテレビがやったんですよ。僕そこに出さされたこともあるんです、地上波に。僕ね、あんまり反論しませんでした。だってそれはもともと悪意があるんだから、悪意の下に言ったってしょうがないんですよ。それで結局マスコミは大キャンペーンで武田を潰すんだと、っていう、あいつはいい加減なこと言ってんだ、切り取ればいい、前段も切り取って後段も切り取って真ん中だけ、武田は3年で日本に住めなくなるというインチキなことを言う学者なんだ、こう来たわけですね。僕そんなこと言ってないんですから。三重県のある個人が心配して測ったデータが僕のところ送られてきて、私がそれを計算したら3年で日本に住めないっていう結果になるから、この状態じゃ心配だから各県にある放射線測定器のデータをオープンにして、それをちゃんと専門家が話して、その県ではちゃんと安全ですということであれば、それをちゃんと発表してくれと、そういうことを書いただけですよ。ところがこのね、僕はこのブログ一生懸命真剣にやってんですよ。遊び半分にやってんじゃないんですよ。遊び半分の人は見ないでほしいですよ。ね。ところがこの KDIMQEJ の人だが、まあ、それに近い人ですね。いつもいつもなんか変なこと書く人ですよ。だけど、まあ今までね、僕はね、まあ気休めで書く人もいるし、なんか僕になんか恨みがある人もいるだろうし、なんか、そういう風な人がね、そういうまた、もしかしたらかわいそうな人かもしれない。自分の不幸をどっかに押し付けなきゃならないからっつって、なんか気分発散のために書いてるのかもしれない。とにかく書いてることはほとんどおかしいんですよ。だけど、まあそう思っていたんですよ、実は。だけど、これは許せないんですよ。なんで許せないかっていうと、武田は3年で日本に住めないと言ったなんて嘘をね、これ、この人はね、本を読んでないか、だからつまりマスコミが切り取って、ちょっと今コンピューターが警告を発して、なんかバッテリーが少し低下したんですね、まあ大丈夫ですから。それでね、やっぱりあの時僕はね、とにかく日本国民を被爆から守らなきゃいけないと思ってたんですよ。でそのデータを僕は見たら、こういうデータも出てきたのかと、やっぱりちゃんと発表すべきだな。実はさっきの風向きの件ね、風向きもひどいでしょ。だって風向きを発表しろっていう IAEA の指令は日本国民をまず守るためですよ。だって福島で爆発してんだから、それを日本国民に隠したんですよ。これ隠した人は誰かってことはっきりすべきだし、その人がやっぱ今で白状すべきですよ、やっぱり潔く。ところがこれにはまだね、気象学会だと思うんですけど、気象学会の理事長、東大の教授だったんだけどね、がですね、気象学会員は福島の風向きを発表しちゃいけないっていうね、通達を出したんですよ。僕なんだと思いましたよ。これ犯罪を助けるやつですよ。いや、このね、実はブログがね、そういうことになっちゃったんで僕強く言ってるんですけど、このブログはね、僕にとっては神聖なブログなんですよ。だからその KDIMQEJ の人でなければ、他の人はもうなんか 2,3 人なんですよ、いつもこういうこと言ってくるのは。絶対に自分の気を晴らしたいとか、武田に対する恨みを晴らしたいという目的で事実と違うことを言わないでください。それによって被爆が増えたらどうするんですか。国民の健康がかかってるんですよ。嘘を言っちゃいけませんよ。だけどあのことから言ったら、僕はね、ひどく読解力が低い人か、日本語が分かんないか、もしくは読んでない人だと。読んでない人が、僕の本読んでない人が僕の本にこういうこと書いてあるって言っちゃいけません。それ嘘ですから。それでね、僕はここで言いたいの、まあ人間には嘘もありますよ。
だけど嘘をつくことによって他人を傷つけちゃいけません。精神的にも肉体的にも。だから放射線みたいなことは嘘をついたら必ず他の人が健康を害します。そんなことやっていいんですか？そんなことやろうという人が私のブログを読むことは必要ありません。ですからね、今日はなんでこんなことを厳しく言ってるかっていうと、僕は3年後には日本に人が住めないなんて言ってないんですよ。全然そんなことは。いいですか？それ切り取ったらそうなるってだけですよ。切り取らなきゃ何回も言いますけど、その三重県の素人の人が心配して測ったやつを僕が計算したらそうなりました。だけどそれはデータもちゃんとしてないしね、僕の計算なんて個人だから、日本国としてもしくは自治体としてちゃんと測定器があるんだから、それを公表して、それでその自治体のところに住んでても大丈夫だということをやっぱり言ってください。そうしなきゃ、みんながあの時心配してたんですから。本当に心配してたんですよ、2011年は。全員がここにいたら大丈夫だろうか、これを食べたら大丈夫だろうかって心配してたんですよ。それに原子力の専門家は少なくとも答えなきゃいけないですよ。それからそういうことの健康を守る人もやっぱり協力しなきゃいけません。それが逆になったの。武田は3年後には日本に住めないって批判して、あんなバカなやつはダメだっていう方向に行っちゃったんですよ。そんなことして日本人の健康を守れます？したら NHK だって放送しても意味がないじゃないですか。放送も新聞も意味がないじゃないです か、 だからブログ書いてる人も意味がないでしょ。何の目的で書いてるんですか？人を病気にさせるためにブログ書いちゃいけないんですよ。ということで僕は、もしも KDIMQEJ さんだったらば、やっぱりもうやめてください。このブログ見るのやめてください。人間には考えがありますから。もしかしたら人を病気にさせたいという希望の人もいるでしょう。それはね、僕は絶対それは認められません。嘘を言って他人を病気にさせるという人が僕のブログを見てるっていうだけで嫌です。それはだけど、今日これを言ったのは KDIMQEJ さんを非難するんじゃなくて、このブログをちゃんと見てコメントを見てる人がもしかしたら僕がいい加減なことを言ってると、そういうことを本当に言ってるんだ。3年後にその人、そう書いてありましたからね。武田は3年後に日本に住めないというようないい加減なことを書く人だ。読んでないん、多分。読んでたらね、わかりますから。前後切り取ったマスコミを見たんですよ。あの時ものすごくマスコミが武田落としのキャンペーンやりましたからね。まあ僕はもうそういう人生ですけど仕方ないです、そりゃ。そういう悪徳の人もいるんですよ。日本には殺人犯もいれば、泥棒もいるし、嘘つきもいるんです。それが人間ちゅうもんだからしょうがないけども、せっかくこのブログを見てる人がね、間違った情報で病気になったら僕は非常に嫌なんです。ということで今日は特にお話をいたしました。